貝合わせの貝貝合わせは、平安時代から伝わる日本の遊び。貝合わせには次の2種がある。平安時代に行われていた物合わせの一種。貝合わせは本来、左右に分かれて、貝の形、色合い大きさ、種類の豊富さで優劣を競う貴族たちの遊びであった。平安時代末期から行われている貝殻を合わせる、遊戯から360個のハマグリの貝殻を、 左貝と右貝に分け、でかいに合う違いを多く見つけ出したものを勝ちとする遊び。自貝と合致する、で貝いを探し出す遊戯としての貝合わせは元来、貝用意と呼ばれていたが、殻を合わせる所作から後に混同されて、同じく貝合わせと呼ばれるようになった。タイになっている状態貝用意の貝は、女性の焼酎に握るのに適した大きさの伊勢国二三浜ハを用いた。 殻の内面には紙を貼り、源氏などの絵を描き、金箔などで国際式に仕上げ、左右一体の殻には同じ絵を描いた。貝は耳の短い方を前にして、頂を自分の肩に向けると、右が出し貝すなわち影、左が地外すなわち王であり、これを天地にかたどり、男女に腐敗し、別々の貝桶に収め、天文劇学等に関連せしめて遊びの方法が定められた。 天にかたどった自害の伏せ方は、まず中央に十二ヶ月にかたどって十二個を伏せ、七曜日にかたどって、次第に七個を加え、一年の日数にかたどった三百六十個のはまぐり柄を過不足なく九列に並べる。九列であるのは、昔の天文学で天を九十と考えたからであるという。すなわち口が十二、次が十九とある。この十九という数は、 歴学上重要な数であり、洋歴も陰歴も19カ年で一循環するという。自害を立て割ると、出薬の女房がでかい桶からでかい一個を取り出し、中央に伏せる。周囲に並んだ20人以上の姫君方が、360の自害に、半門や形状等のでかいと全く同じものを見定め、おもむろに1体のハマグリ柄を小中に取り上げ、片手で合わせ、よくあったならば、 二つに分けて膝の前に伏せる。出薬がでかいを中心に伏せると、また同じことを繰り返し、最も多く取ったものが勝ちである。幾度も間違えることは恥辱であるとされ、おのずと終身の具ともなり、明治維新前までは、海王家が上流社会の嫁入り道具の一であったというが、近代以降は遊ばれることもなく、実物の海王位の道具一式は、博物館などで見られる程度であるが、 ひな道具にはミニチュアの貝桶などが今なお残っているのを見ることがある。潮日のストに出てくる貝合わせ図江戸時代の貝合わせは内側を巻絵や金箔で装飾されたハマグリの貝殻を使用する。ハマグリなどの2枚以外はタイとなる貝殻としか組み合わせることができないので裏返した貝殻のペアを選ぶようにして遊んだ。また、タイになる貝を違えないところから 夫婦和合の象徴として、公家や大名家の嫁入り道具の美しい貝桶や貝が作られた。貝の内側に描かれるのは、自然の風物や土佐一門風の公家の男女が多く、貝になる貝には同じく貝になる絵が描かれた。美しく装飾された合わせ貝を収めた貝桶は八角形の形をしており二個一体であった。大名家の姫の婚礼長度の中で最も重要な、 意味を持ち、婚礼行列の際には、戦闘で運ばれた。婚礼行列が、今回に到着すると、まずはじめに置けを、神父側から、婚家側に引き渡す、置け渡しの儀式が行われた。置け渡しは過労などの重臣が担当し、大名家の婚礼において、重要な儀式であった。現在では、人前式のセレモニー、買い合わせの儀として使用されるようになった。 abcdc e C, 高行重なり志向の日本文化言語文化学会2019年11月3日閲覧ウィキメディアコモンズには買い合わせに関するカテゴリーがありますありがとうございます